篠田投稿は、日本の美術家、版画家、エッセイスト。映画監督の篠田正宏は、重帝、建築家の若山茂いにあたる。日本の咀嚼地だった関東集大連に生まれる。5歳頃から父に、書の手ほどきを受ける。その後、女学校時代以外はほとんど独学で賞を学ぶ。1950年から数年、書道芸術院に所属して、 前衛書の作家たちと交流を持つが、1956年に、渡米。抽象表現主義絵画が前世紀のニューヨークで作品を制作する。文字の決まりごとを離れた新しい墨の造形を試み、その作品は、水墨の中小がイコール墨像と呼ばれる。アメリカ滞在中、数回の古典を開き高い評価を得るが、乾いた気候が水墨に向かないと悟り、帰国。 以後は日本で制作し各国で作品を発表している。和紙に、墨、金箔、銀箔、金霊、銀霊、主霊といった日本画の画材を用い、限られた色彩で多様な表情を生み出す。万葉集などを記した文字による制作も続けるが、墨像との線引きは難しい。近年は、リトグラフも手掛けている。海外では、 昭和30年代から美術家としての評価が高かったものの日本では海外ほどの評価を得ることができないままであったが2000年代に入り新潟県新潟市や岐阜県関市に篠田の名を冠するギャラリーが相次いで開館した2014年5月沼津市役所特別応接室に1966年に納入した壁画泉が 30年以上存在が忘れられた状態から再発見されたことが報じられた。2015年103歳になって分かったことが45万部を超えるベストセラーになる。2021年3月1日、老衰のため東京都大梅市の病院で死去。107歳坊つ。ありがとうございます。